はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、えいしんくんの全身コーデ、わー、また来た。第3回目ですね、今回は島村でございます。コメントでもね、おすすめいただいてたんで、早速やってみました。はい、はい、でただね、今回ね、5000円と思ったんだけど、5000円全然いかなかった。安くてさ、びっくりしちゃった。ズボンからいきましょうか、はい、こちらズボンでございますね。今回はこれ、こういうやつ、ちょっとジーパン調のものですね、はい、なんかこう2個とか、そうで、後ろ見ると中書いてある。ポケットのところにちょっと革っぽくなっててね、ちょっとカウボーイチックでしょ、うん、これかっこいいよね、こういう、あ、しかもなんかここにワッペンついてね、わー、すげーかっこいい。で、腰回りはゴムになってます、うん、はい、続いてこちらですね、シャツ、この色と赤のシャツだね、うん、これが驚きの価格で700円。え、こんなかっこいいのに安い。そう、超お得じゃん。2作300円されて700円、超お得じゃん。そういいよね、これかっこいいでしょ、うん、次、上に着るものですね、これ。おお、かっちょいっしょ、これ、うん、かっちょい、かっちょいよね、これね。これ900円。え、これこんなかっこいいのに900円、衝撃な安さ。これね、すごいびっくりしちゃった、パパ。これで安くていいのと思ってさ、これはこんなかっこいいのに安い。これ中に着て、その上にこれ着る感じでね、うん、で、これはね、ちょっと大きめ買ったから150円で使いました、うん、他でも140円。これ中に着て、その上にこれ着る感じでね、うん、で、これはね、ちょっと大きめ買ったから150円で使いました、他でも140円。で、これだけに収まらずですね、今回なんかもう一着、もう一点あります。おお、うお、それがこちら、帽子だ、帽子、これ980円。あ、こっちが900円だけど、これよりも高いの。え、そう、でもこれ、これからの季節いいんじゃないかなって思って、こうやって、じゃあね、帽子似合うのよ。そうそう、もう今かぶっちゃってるけどね、うん、これから今着ますから、うん、はい、あ、でもこれいい、いいでしょ、気持ちいい、うん、しかもあったかい、そうそう、はい、じゃあこれらの服、早速エイシン君着てもらいましょう。はい、はい、ということでエイシン君の着替えが終わりましたので、登場してください。はい、はい、登場した。はい、どうですか。すごいいい。いい、うん、よかった。実はね、今回ね、過去2回、うん、コーデ動画出してきたんだけど、うちの奥さんに普段から着れるのにしてくださいって言われて、確かにこれなら普段でも着れる、着れるよね、そうだよね、確かにそうだよね、着れるものをさ、買わないとしょうがないなと思って。こういうとこも綺麗、かっこいいよね、うん、いい感じ、すごい似合ってんじゃん。イエーイ、よかったよかった。今回の合計はですね、この帽子も合わせてね、4480円。おお、だからこれ入れなければ3000円台なのよ。めっちゃ安いね、島村めっちゃ安い。ただちょっとうちの近くの島村、そんなに子供用の、うん、品揃えがなくて、うん、これぐらいのチョイスしかできなかったってのはあるかな。いや、これで全然いいです。うん、大人用のやつの方が全然多かった。しかもこれ超あったかい。あったかいよね。それでしかもこう頭まであったかいし、うん、もう気に入りましたか。うん、超気に入った。前回微妙って言われたからさ、よかった。で、さっきもちょっと言ったんだけど、大人用の服が大変多かったので、おパパムーンもちょっと買ってきました。それ僕のと同じ。はい、これパパのこちらですね。あ、ちょっと首豪華、これもニット系のやつだね。これは3900円ですね。おお、はい、こんな感じでね、すごくいいなと思ったのは、エシン君そっくりなのよ。うん、そっくり。だからこれね、一緒に着てどっか出かけるのにいいなと思った。確かに、うん、これここあったかそうだね、首回りがね、うん、首回りあったかく。じゃあちょっとパパも着替えてみたいなと思います。はい、パパの気合が終わりました。では登場してください。はい、お前、失礼します。こんな感じ。おお、いい、こんな感じ。ズボンは変わらない。ズボンは変わんない、ズボン買ってきてないけど、どう。ああ、いいいいいいよね。ここあったかそう。ここあったかいよ。で、ここのなんかこの襟、このベルトみたいについてんだけど、これ別に締めなくていいよね。確かにこれこんな感じで。わかった、なんでこれがついてるか。わかった、格好つけるよう。格好つけるようだね。まあね、で、これですごいね、見た感じ似てるから、うん、これどっか行くときいいじゃん。うん、
ね、いい。これね、下までこうやってチャックで下ろせるから。本当だ。上に着るぐらいでいいのか。うん、確かに上に着るだけでもかっこいいね。うん、これちょうどいい。中身が UFS。UFS だね。ということで今回はですね、エシン君の全身コーデ、今回は島村でやってみましたね。はい。よかったね。うん、結果良かったですね。うん、大満足。よかった。他にもですね、おすすめのメーカーとか、ブランドあったらですね、ぜひ教えてください。ジョンジョン。はい、じゃあ教えてください。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい。そしてぜひお友達に教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。